続いてはフリートークのコーナー後半でございます。さあ皆さん、今リッスンラジオで聞いてくださっていた方はわかると思うんですけど、なんとディレクターさんがですね、私のリクエストにお答えしてくれて、鬼滅の刃の主題歌を流してくださっていたんですよ。あのコメントでね、鬼滅歌ってるねとか、あの何歌っているんですかっていうコメントいただきました。鬼滅の刃のグレンカを歌っておりました。そしてコメントくださったのが、なんとタイエーカントリークラブの三谷支配人です。ありがとうございます。見てくださっているんですね。嬉しい、ありがとうございます。スタジオ前にはなんとクルリンパさんと、その奥さんも来てくださってるんですよ。ありがとうございます。あのくれぐれも気をつけてお聞きください。マスクもちゃんとしててね。あの今日ちょっと風が吹いていて寒いと思うんですけど、風邪ひかないように気をつけてください。ということで今日はですね、インスタグラムでのライブ配信もしながら放送していきます。皆さんコメントよろしくお願いします。お、アメリカからこんにちはって、ありがとうございます。アメリカから見てくださってるんですね。嬉しい。そう、クルリンパ、あのですね、タイエーカントリークラブさんで、あのクルリンパ打法をしている方がいまして、その話をしていたんですよ。プロの選手でチェホソンさんいるじゃないですか。チェホソンさんみたいに本当にクルリンパパって回って打つ方がいて、その方が今スタジオ前に来てくださっていてですね、お、チェホソン選手より私が先でした。そうなんですね。すごい、なんかもうライバルみたいな感じでもあの打法ってなかなかできないですよね。ちょっと私も今度やってみようかな。せっかく家で練習場を作ったので今度やってみますね。でも絶対まっすぐ飛ばすのは難しいと思うんですよね。テンション高いね。そうなんですよ。今スタジオ前に来てくださってるっていうのもそうなんですけど、鬼滅の刃の主題歌をディレクターさんが流してくださって、熱唱しておりました。もう体が熱いです、本当に。皆さんぜひ見てください。お、今一気にパソコンとタブレット、スマホがすごいことになってるって、もういろんなもので見てくださってるんですね。ありがとうございます。嬉しいです。今日も輝いてます。ありがとうございます。そう、フィルターでね、太陽さんに輝かせてもらっています。今ね、私、全身実は筋肉痛です。でして、っていうのも、昨日、ミオチャンネルの自主練動画を、自宅で撮ったんですけども、飛距離アップの動画を見てくださいましたかね。あやかプロに飛距離アップするためのドリルを教えていただいたんですけど、それの自主練動画を撮ってきました。もうちょっとやっただけで今腹筋がもう強烈に痛いんですけど、でもそれをやることで飛距離がアップするはずなので、ちょっと引き続きやっていきたいと思っております。でちょっと練習をしていたら本当にボールの威力がすぐ変わったんですよ。だこれは、コースにも行ってないですし、測定器で測ったわけでもないので、本当に変わってるかはわからないんですけど、絶対にちょっと変わるなっていう風に感じたので、ぜひ、飛距離アップの動画、サムネはね、確か飛距離アップって書いてあると思うので、それを見ていただいて、ぜひ、おうち時間でね、鍛えてもらって、ぶっ飛びチャレンジやってもらいたいと思います。タイエーさんで今15番ホールのぶっ飛びチャレンジやってるので、ちょっと挑戦してほしいなと思います。あとはですね、 おやつ食べながら拝見してます。ありがとうございます。最近私もね、おやつばっかり食べちゃうんですよ。なんでですかね。でも今の時期はいいんじゃないかなと思って。で昨日はね、ポテトチップスの海苔がたくさんついているものと、ブラウニーが30センチぐらい大きいものがあって、それを食べて、あとはパンをトーストして、マヨネーズ周りにかけて、オーブンで焼いて、卵を乗せて食べたり、もう食べてばっかりです。本当に。でも、飛距離アップのそのドリルでトレーニングしたから、プラマイゼロじゃないかなって信じております。だからいいと思います。食べたいものは食べた方がいいですよね。そしてですね、ゴルフの調子はいかがですか？ゴルフの調子はですね、最近はそんなにコースとかね、行けてないんですけども、家で練習していて、悪くはないかなと思います。逆に、やっぱり練習場とか行くと力が入ったりするんですけど、家で練習してる分には飛ばそうとか、
まっすぐ飛ばさなきゃっていう意識がそんなにないので、力を抜けて触れてるんじゃないかなっていう。で、一番今気をつけてるのは顔を傾けるっていうことですね。テイクバックがどうしても浅くなりがちなんですよ。なかなかその肩甲骨が硬いっていうのもあるのと、今までハーフショットとかスリークォーターのイメージで打っていたので、テイクバックがどうしても小さいゆくなってしまうんですね。自分の動画を見返しても小さいなと思うので、それをどうしてもちょっともう少し深くしたいなっていうので、顔をちょっと傾けて左目でボールの右の端を見るようなイメージで振り上げると、結構深くテイクバック、トップの位置を持っていけるので、それをやるようにしております。お、みおちゃんならクルリンパできるって、やってみようかな。ちょっと今度動画インスタグラムとかで上げてみようかな。お、鬼滅面白いよね。普段アニメ見ないけど、鬼滅は久しぶりに見て面白いと思ったよって。わかります。本当に私も最近の一番のヒットですね。鬼滅はぜひ皆さん見てほしいです。なんて言うんですかね。もう毎回言ってるから。もう鬼滅の他にもいろいろ話はしたいんですけど、やっぱ鬼滅が好きなので、鬼滅の話ばっかり しちゃいますね。もう鬼にもいろんな背景があって本当に感動してしまいます。あ、みおちゃんまた伸びるって。そう、やっぱり今そのコースとかにも行けない分、家でどれぐらい練習をするかで今後のゴルフが変わってくると思うんですよ。今練習しないとどんどん衰えていってしまいますし、まあ、パター練習とかもねしないと本当に下手になってしまうので、やらないとなと。で、今私の言った言葉をスタジオ前のお二方はきちんと顔を傾けてとかこうやってくださっていて、めちゃくちゃ嬉しいですね。インスタグラムで見てくださってる方もやってくれてるのかな。お、みおちゃんの速攻性は本当にすごい、すぐできるようになる。わー、できるようになりたいですね、本当に。あ、で、インスタグラムかな、 YouTube かどこかのコメントで、ミオチャンネルの自宅練習をしていた時に普通のボールで打ってたんですよ。で、まあ、5番アイアンとか6番アイアンで打ってたら、まあ、ちょっとフックとかシャンクしちゃったらネットを飛び越えて、まあ、大事故になりかねないので、ウレタンボールとかで打つといいよっていうアドバイスをいただいて、実際に昨日それで打ってみたらめちゃくちゃ良かったです。本当に怖がらずに振れたので、で、思いっきり振り切れる、振り抜くことができるっていうことが、ウレタンボールとか、まあ、スポンジのボールだとできたので、もう家ではこれからはちょっと硬い本当のボールじゃなくて、そう、柔らかいボールで打っていきたいと思います。ということでね、あっという間にフリートークのコーナーが終わってしまいました。まだエンディングのコーナーがあります。そして続いては西澤ロイさんの頑張らない英語コーナーがあるので、引き続きレインボータワー FM をお楽しみください。ありがとうございました。